はーい、どうもねです。今回ですね、こちらの海賊同盟絆決戦スゴフェスの方、評価していこうかなと思っております。今回の新規がウソップとブルックということで、めちゃくちゃいいね。ここでウソップ来てくれるのありがたい。もう自分好きなんで、ウソップが、ウソップンが好きなんで、いやー、来てくれたら嬉しいということで、まあ性能の方はね、まあちょろっと見たんですけど、まあそこそこ使えそうな感じではありましたので、ちょっと見ていこうかなと思っております。まあ、ということで、ね、やっていきましょう。はい、ということで、まずはウソップの方を見ていこうと思います。まずタイプの方が射撃タイプと、銃タイプという感じになっております。で、技属性という感じですね。必殺技が敵全体にかかっている一定以上ダメージ軽減状態と残り体力1シャイル効果を6ターン減少を一旦の間遅延中の敵に与えるダメージが 1.5 倍になり、地味の属性スロットを、持続性スロットに変換、必殺発動時の敵の数が3体以上の時、遅延無効を状態異常無効の効果を無視して敵全体の攻撃を一旦遅延させるということで、まあそうですね、まあ、まず一定以上ダメージ軽減状態と残り体力チャイル効果を6ターン減少できるというのはかなり優秀で、やっぱ6ターン減少できる、まあ、6ターン解除できるというのが、やっぱ強いところかなと思っております。で、まあ遅延中に与えるダメージが 1.5 倍になりますよと、で、1ミリの属性スロットを実スロットに変換できますので、まあ、フリスロット変換とかされた時は、まあ、対処できるのかなっていう感じではありますね。で、必殺発動時敵の数が3体以上の時、遅延無効を、状態異常無効を無視して、一旦の間遅延させるということで、まあそうですね、なかなかこの、そうですね、3体以上敵がいるっていう場面が、まあボス戦とかでそういう場面って少ないと思うので、まあちょっと使い勝手は難しいのかなとは思うんですけど、まあ、うまくはまればね、絶対に遅延させれて、さらに遅延中に与えるダメージも上げることができますので、まあ、まあ敵によるんですけど、まあ、相手が3体以上いた場合、まあ、結構使えるのかなと、まあ、でもあんまり、まあ、使い道はないのかなっていう感じではありますね。で、まあ戦長効果の方が一味の攻撃を3倍、体力を 1.3 倍、遅延中に与えるダメージが 1.25 倍になりますよという感じなんですけど、一応絆決戦では特攻キャラになっていますので、まあ、このウソップだけなんですけど、戦長効果が、まあ、効果が増加するということで、まあ、一味の攻撃を 4.5 倍にし、体力を 1.3 倍、遅延中に与えるダメージが 1.25 倍みたいな感じの戦長効果になりますので、まあ、絆決戦頑張りたいよって方はぜひともゲットしてほしいなと。で、しかも今回ね、超ボスなんですよね、絆決戦が。まあ、なので、まあ、今回は全然、引きに行って、当てに行ってもいいのかなとは思っております。まあ今回ね、結構頑張って、上位目指してみてもいいのかなと。報酬的にもね、かなり、いいものがもらえると思いますので、まあ今回はちょっと頑張る時かなっていう感じではありますね。で、繊維効果が1味の基礎攻撃力と基礎体力がプラス50されるよと。で、1味は即スロットも有利扱いになりますよと。まあ、この即スロット、まあ、属性スロットを有利扱いにできるっていうのはかなり優秀ですので、繊維効果としてはかなりいいのではないかなと思っております。で、サポート効果が、冒険中1回限りサポート対象キャラが必殺発動時、一ターンの間遅延中の敵に与えるダメージが 1.5 倍になりますよということで、まあサポート効果としても、悪くはないのかなと思いますので、まあ、サポートとして使ってみてもありなのかなと思っております。で、まあ海賊祭は、まあ、効果がないので、まあ、海賊祭ではあまり使えませんよという感じになっております。はい、ということで続いてはブルックの方を見ていきましょう。まあ、ブルックは、自由タイプで、射撃タイプという感じになっております。で、技属性という感じですね。必殺技が、1ターンの間敵全体の防御力を0にし、1ターンの間1ミリの肉連装と有利扱い、1ミリにかかっている必殺技封じ戦長効果無効状態を6ターン回復し、必殺発動時の敵の数が3体以上の時、一旦でチェーンケースの初期値が 3.0
上限値が25で固定されるよということで、まあ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 強いっちゃ強いですかね。まず防御力をゼロにできるっていうのは、かなり優秀ですし、まあ、防御力アップとかのギミック来てる時とかにも対処できますし、まあ、普通に使っていても、まあ、相手のデバフを下げれるっていう点では悪くないのかなと思っております。で、まあ、肉とレーンスロットも有利扱いにできるので、まあ、この有利扱いにすることでね、まあ、悪くないのかなと。まあ、最近なんかレーンスロットに変換とかっていうキャラが増えてるので、まあ、そういうキャラと合わせるといいのかなと思っております。で、あと1尾にかかっている必殺技封じと、戦長効果無効状態を6ターン回復できる、まあ、これもかなり優秀ですね。まあ、必殺技封じが6ターン来た時とかね、まあ、5ターンじゃ解除できないよって時には、悪くないので使えますし、まあ、戦長効果無効状態もね結構9ターンとか来る時があるんですよ。まあ、そういう時にはね能力解放と合わせて、3ターンと6ターンみたいな感じで、することができますので、サポートいらずという感じになっております。で、まあ、こちらも3体以上敵がいる場合、まあ、チェーンケースの初期値が 3.0 で上限値が25に固定されるということで、まあ、ちょっと難しいですねこれも。やっぱ敵が3体いるっていう状況があまりないんですよね。でも多分こうやって出してくるってことは今回の絆決戦では3体来るのかなと思っていますので、やっぱその今回の、ね、絆決戦頑張りたい方はぜひともゲットしてほしいなと思っております。いやー、効果としてはかなり優秀なんですけどね、チェーンケース初期値を 3.0 にできるっていうのは。まあ、なかなかいないですからね、初期値を3にできるキャラっていうのは。それこそ配布で配られたサボとかも 3.0 にできるんですけど、まあ、上限値が5ということで、あまりねがっつりと火力が上がらないっていう点ではね、まあちょっと使いづらいっていうのはあるんですけど、まあ、こちらが上限値25で固定されるということでかなり優秀なんですけど、まあ、条件が厳しいなという感じにはなっております。で、まあ、戦長効果が一部の攻撃を3倍、体力を 1.3 倍、敵が防御力ダウン状態時に与えるダメージが 1.25 倍になりますよということで、まあ、これはね、ウソブみたいに戦長効果が増加したりはしないので、まあ、船長にするのであればやっぱウソップにするのが一番なのかなと思っております。で、まあ、繊維効果が自分は必殺封じ状態を6ターン回復できますので、まあ、6ターン回復しつつ味方のね必殺封じを解除するという感じですかね。で、あとは1ミリは力スロットも有利扱いになりますよということで、まあ、こちらもねやっぱ属性スロットを有利扱いにできるっていうのは、まあ、かなり優秀な繊維効果ではないのかなと思っております。で、まあ、サポート効果が冒険中1回限りサポート対象キャラが必殺発動時、一旦の間防御力ダウン中に当たるダメージが 1.5 倍になりますよということで、まあ、さっきのウソップみたいな感じで、まあ、ブルックの方は防御力ダウン中で、ウソップが遅延中という感じのサポート効果になってますので、まあ、うまく使えばかなり優秀なのではないかなと思っております。で、海賊性ステータスは、まあ、必殺技が何もないということで、まあ、海賊性ではあまり使えませんよという感じになっております。まあ、一応こちらに書いてあるんですけど、新登場のウソップ、新登場のブルックみたいな感じで書いてあるんですけど、まあ、効果がねこんな感じになってまして、まあ、ウソップはお宝獲得率が 1.5%、コインが 1.25 倍と、で、必殺短縮もされてステータスも2倍になりますよと、で、全ての属性に対して弱点をつけますよという感じですかね。で、戦長効果がこんな感じになってまして、上昇しますよという感じになっております。まあ、ブルックも同じ感じで、まあ、獲得率が上がったりだとか、まあ、ステータス上がったりとか、全ての属性を、弱点ついたりだとかっていうのがありますので、やっぱあの絆決戦ではかなり、使えると思いますので、今回頑張るよって方はぜひともどちらともゲットしてみてください。はい、ということで今回は絆決戦スゴイスの方をね評価してみたんですけど、まあどちらともねかなり優秀なギャラになってまして、まあギミック剥がしも6ターン、回復できるということで、まあかなりいろんな場面で使っていけるのかなと思っております。で、まあ、さらにね3体以上敵がいた場合、まあ、結構ね優秀な効果を発揮してくれますので、まあ、うまく使えれば、まあ、かなり、使い勝手はいいのかなと。まあ、今後のイベントとかでもそういう3体とかが、来てくれればね、効果発揮できるので、まあそのそうですね、相手によりますね。なのでこのキャラは
まあ、ということでね、今回絆決戦頑張るよって方はね、ぜひとも、ウソップ、ブルック、どちらともゲットしてみてください。まあ、狙うのであればウソップの方がね、まあ、戦長効果が増加しますので、狙うのであればウソップの方がいいのかなと思っております。まあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。